皆さん、大きな家具や家電って掃除やメンテナンスをするときに重くて大変じゃないですか。そんなときに便利なのがこちらの伸縮材キャスターです。このキャスターを設置してしまえば大きな家電、家具、簡単に動かすことができ、掃除やメンテナンスがしやすくなります。組み立て一切不要、重たい家具や家電をしっかりと支えてくれる便利アイテムです。ぜひ最後までご覧ください。早速製品の基本的なスペックから紹介します。サイズは長さ42センチ、奥行き5センチ、家具の両端につければいいので無限の幅に対応できます。こちらナットを回して長さを調整します。最小は45センチ、最大71センチまで対応。耐荷値は300キロ。こちらキャスター移動で楽々、合計12個のキャスターにより前後の移動、安定停止が可能です。向きは前後しか動きません。操作は簡単です。まず両側のブレーキを上げ、家具や家電を動かし、ブレーキを押し下げることでストッパー効力が発動。停止時はしっかり安定、四隅に滑り止めマットがついています。洗濯機など電化製品では作業中の振動、騒音防止にも役立ちます。また設置面を上げることによって湿気対策、サビ、電気系統、排水面など様々な用途にも対応しております。他にも洋服ダンスやキッチンのサイドテーブル、ソファーなどにも使えます。はい、こちら本体裏です。ここと、こうやってここにセットしていきたいと思います。今現状がですね、こんな感じで今直置きをしております。こちらに、はい、こちら乗せていきます。このストッパーがある方を前にします。このクッションが滑り止めになります。今設置をしました。こう下げるとロック、このロックした状態、両方ともロックをします。ホイールが固定されます。ホイールのせいで動かなくなります。本体は動きません。しかしロックを外すと動きます。本体足でもできますね。フィギュアケース、全然ビクともしません。いかがだったでしょうか。伸縮性キャスター、興味がある方はぜひ概要欄を見てください。